こんばんは。3月23日月曜日のデイリーニュース、キャスターの山口真奈です。この週末2日間は気温も高く春らしくて過ごしやすいお天気でしたね。気象庁は昨日、東京で桜ソメイヨシノが全国で最も早く満開になったと発表しました。こちらは中野通りの桜並木です。まさに見ごろですね。今年の満開は平年より12日、去年より5日早く、2002年に記録した3月21日に次ぐ2番目の早さだったということです。今週、来週あたり桜、ゆっくりと楽しめそうです。それでは今日の番組ラインナップです。中野区議会定例会の最終日の様子。前回の東京オリンピックで行われた聖火リレーに関する写真展などご覧の通りです。ぜひ最後までご覧ください。